トヨタのホームページによると、現在のマークが発表されたのは1989年のこと。最高級車として登場したセルシオで初めて採用。3つの楕円を組み合わせたもので、マーク内部の2つの楕円は、トヨタの T とステアリングホイールを表現しており、楕円が持つ2つの中心点は、1つがお客さんの心を、もう1つがトヨタの心を、そして楕円の輪郭は、蒸気の2つの心をつなぐ世界を表現しているそうです。今回ご紹介する画像は、海外の大手科学系サイト、インタレスティング・エンジニアリングが取り上げたもので、トヨタのマークには、トヨタに含まれるアルファベット、T、O、Y、A がすべて含まれているという、トヨタは公表していない新発見が紹介されています。意図されたデザインなのか偶然なのかは分かりませんが、この面白い発見が、ネット上で大いに拡散され盛り上がっていましたので、寄せられたコメントの一部をご紹介します。